ああ、親父、いつの間にこんな。多忙、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやっさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父、親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東、へい、腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。
大したもんだな、お前ら。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ、俺は。なあ、そうじゃねえか、ターボー。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん。